堀江門こと実業家の堀江貴文氏が5日、ツイッターに新規投稿。この日、岐阜県の長良川で友人とバーベキュー後に川遊びをしていた10代の男性が溺れ、心肺停止状態になったというネットニュースに対して、同情する必要なしなどと男性を叩くコメントが続いたことに、やばい世の中になったなと苦言を呈した堀江氏は。 批評家のの東氏ががコメントがすごいとししし、て投稿した水難事故のニュースをリツイートしもう完全に犯罪者扱いやばい世の中になったな何が悪いのか1ミリもわからんと嘆いたこのニュースのリプラには男性の命を気遣う声ではなく医療従事者の方や消防などの方に余計な手間をかけさせないでいただきたいこういう人がいるから緊急事態宣言が解除ができないステイホームですよ。 意味わかるかるななどと自己責任論に基づいて非難する意見が多く見られた。